はい、それではですね、問題見ていきましょう。で、まず事実関係をちょっと簡単に確認したいなと思うんですけども、この高建物ですね、A が所有したんですけど、これを B が、買い取ったということですね。 A、B 間に売買契約があると。で、そしてこの B がですね、 C に対してその建物を賃貸に出しているということです。で、賃貸の内容ですけども、使用目的は飲食店経営ですよと。で、賃料の月額は50万円、期間は3年間。で、それから給排水管の取り替え工事は C の負担で行うという特約がついていますということです。で、そして実際に C は300万円をかけて高建物の給排水管の取り替え工事をしているんですね。ただその後に A が D に対してですね、この高建物を売却している、要するに二重商取があったんですよね。で、そして所有権の移転登記を D が備えているということになります。で、そして D はですね、 A から B への高建物の売却の事を知らないと、つまり善意だったということになりますね。はい、こういうふうな事実関係です。さて、で、問題で聞いているのは何かということですけども、まず前段で、D が C に対してどのような請求することができて、これに対して C がどのような反論することができるかですね。まずこれを一つ書きなさいということになります。それから B、C 間の法律関係についても論じなさいということになりますよね。はい。さて、で、まず前段からいきますけれども、D としてはですね、当然 C に対する請求は簡単で、これは高建物明け渡し請求ということになるのかなと思うんですよね。で、まず間違いないのは D は二重商取の事実に善意ですから、177条との関係では絶対に D が勝ちますね。どんな立場に立っても D が勝つということになるでしょうね。なので少なくても、ね、それについて C が争うということはできないですよね。で、そこでですね、C としてどういうことを、ね、言っていくのかということになりますけど、当然ね、自分は賃貸借に基づいて、 B との間の賃貸借契約に基づいてこの建物を占有してるんだということになりますから、だからこれは賃借権の公表を、ね、C が出していくということになります、ね、ここまでもね、いいかなと思うんですね。で、その先が難しいんですよね。で、問題はこの賃借権の公表が通るかどうかという話なんですね。で、普通に考えると高建物の、ね、引き出しを受けているから100借の31条で C が、ね、対抗権備えてに見えます。賃借権の公表が普通に通りそうに見えるんですよね。で、ただ本門の事実関係の特殊性はですね、やはり二重譲渡があったというところにあるわけですね。で、要するにもう今これは今現状としては他人物賃貸借みたいな感じになっているわけですよね。 B は D との関係で所有権優先できないですから、ね、D のものになっちゃってる、ね、で、そうするとこれはもう B は貸す権限ないわけですから他人物賃貸借みたいな格好になっている、ね、で、この関係どう考えたらいいのか。ただまた翻って考えてみると、C が B と契約した時点では D はいなかったわけですから、だからその時点では完全な賃貸借、賃借権なんですよね。正当な占有権限なんです。ただ D が現れたせいでそれが失われてしまったみたいな、そういうふうな関係になっている、ね、これをどう考えたらいいんだろうかと。まずここが第一の論点ですよね。はい、現場思考的な論点かなと思います。あんまりやらないです、こういう問題ね。なので、現場思考的な問題かなというふうには思います。さて、で、大きく分けると2つの考え方があって、 D が所有権移転登記を備えた時点で B は訴求的に無権利者になる、つまりこれは訴求的に他人物賃貸借になるんだっていう考え方があります、ね、で、そういうふうな趣旨に取れる判例もあるんですね。ちょっとこれ時効取得の、ね、起算点が争われた事案ですけれども、そういうふうなことを言ったんじゃないかと思われるような判例もあります、ね、で、そういう考え方を取れば当初から他人物賃貸借だったということになりますので、 C は賃借権の公表を出せないと、賃借権の公表を取らないということになるわけですね、はい、で、たださっきも言いましたように D がいなければ、あくまでも BC 間の関係で見れば、ね、D がいなければこれは完全賃貸借契約でしたし、 C は賃借権の公表を出したはずなんですね。だからそういうふうな状態、要するに適法な賃貸借契約があって正当な占有権を持ってたっていう事実関係まで、そこまで覆すものじゃないと、そこまで登記の、ね、効力っていうのはないはずだと、言うなら将来項だよね。 D が登記を備えた時点で D が優先すると、だからそれは将来に向かって優先するんであって、過去に遡って、ね、D が優先するってことにならないんだというような、そういうふうな考え方もありますし、実際そういうふうに取れる判例も存在するんですね。ちょっと古い判例だけどね。で、実際に我妻先生の教科書はそういうふうに書いてあります、ね、この2つ目の考え方で書いてありますね。はい、なのでどっち取ってもいいんだと思います。答えは多分ないと思うのでどっち取ってもいいですね、はい、ただね、また後からちょっとやりますけれども、これね、2つ目の話を取っちゃうとすごくつまんない問題になります、ね、どういうことかっていうと、また後からちょっとやりますけど、これね、 C は占有権限ありと、賃借権の公表出せるわけですね。だから D は明け出し請求できないということになりますので、なので、いわゆる賃貸に至る地位の移転みたいな、そういうふうな状況が起きるということになるでしょうね。で、そうするとそれでおしまいということになるんだよね。D としては出てけっていうふうに言えないから仕方ないから賃料ぐらい欲しいぞという話になると思うんだけどね。
だけど、まあ、それだとね本当面白くない、条文適用しておしまいっていう問題になっちゃうんで、なので、まあ、問題的には多分1個目の考え方を取った方がいいと思いますし、おそらく出題者もそういうことを想定してこの問題作ってるんじゃないかなとは思うんですよね。なので、まあ、とりあえず1個目の考え方に従ってね、ここから先は説明していこうかなと思いますけれども、まあ、2つ目の考え方もね、我妻先生の教科書にそう書いてあるので、なので、まあ、全然誤りじゃないですよね、これはね。ただ、それやっちゃうとちょっとつまんない問題になるというところはあります。はい。さて、じゃあちょっとね、1個目の考え方によって説明していきたいなと思います。あ、ちなみにね、あの米印の方に書きましたけど、2つ目の考え方によったとしても、少なくても遅くとも D が所有権一点登記を備えた時点では他人物賃貸借になるので、なので占有権限の公弁出せないっていうね、そういうような考え方は取れるでしょうね。あの少なくとも D が登記を備えた時点から先は D が勝つのは間違いないんで、なのでそこから先は他人物賃貸借っていう状態になるのも間違いないと思います。なのでやっぱり占有権限の公弁出せないっていうね、そういうふうな、まあ、考え方も一応成り立つと思いますね、これはね。はい。さてで1個目の考え方によった場合に、まあ、あの出てかなきゃいかんと、まあ、つまり賃借権の公弁通らないから C は出てかなきゃいけないということになりますよね。でこの時に C はじゃあ、ね、まあ分かりました出てきますって言うかっていうと、まあ出てきますって普通言わないと思いますね。普通言わないと思いますね。でこういう時にやっぱり考えてほしいのはね、やはりどうやってその占有をまあ継続するか、まあ、言い方を変えれば明け渡しを拒むかですよね。で明け渡しを拒む時のですね、一番いいやり方はですね、まあ、さっき言ったように賃借権とか正当な占有権限があるってことを言うことだけども、ね、まあ、もちろん自分が所有権を持ってるでもいいですよ。まあ、今回所有権ないけどね。ただそれが通らなかった時にやっぱり留置権、これは考えてほしいですよね。留置権は非常に強い権利ですからね。なのでこの留置権を主張すると、でこれは当然ね、約定がなくても成立しますんでね。なので留置権の要件を満たせば、あの自動的に成立しますから。でそしてこれは物件ですから第三者に対しても当然主張できるんで、なので明け渡しを拒む権利としてこの留置権っていうのはパッと思いつくようにしてほしいなというふうに思いますこれね。はい。さてで留置権の成立要件はおそらく満たすんだと思いますね。まあ、給排水管の取り替え工事に関する費用って、まあ、有益償還請求の対象になってくるかなと思うんですけれども、まあ、おそらくね、これは、まあ、あの要件を満たすということになると思います。でそうなった時に、まあ、この D としてはですね、どうやって争いたいかということになるんだけれども、留置権少なくてもプロパーの295条の要件としては厳しいと思います、ね、なのでここはですね、やはりその有益費ですね、その有益費に当たらないっていうふうな、そういうふうな主張をするといいと思いますね。ちょっと実際条文見てほしいんだけども、196条ですね、196条の2項ちょっと見ていただきたいんですけども、有益費についてはですね、次のように書いてあって、占有者が占有物の改良のために支出した金額その他の有益費についてはその価格の増加が現存する場合に限り回復者の選択に従いその支出した金額または増加額を償還させることができるというふうにあります。つまり D としては占有者が占有物の改良のために支出した金額その他の有益費に当たらないというようなね、そういうふうな言い方をしていくのかなというふうに思います。あのこれもね、あの D の生の主張から考えると分かりやすいと思うんだよね。っていうのは D としては、ね、結局その給排水管の取り替え工事なんていうのをやってもらっちゃ困るんだと、勝手にそんなもんやってもらっちゃ困るんだというふうに言いたいと思うんだよね。で300万支出したからそれを非担保債権留置権主張するのけしからんということになると思うんだよね。 D としてはね、いやそんなもんお前は勝手にやっただけじゃないかというふうに D としては言いたいと思うんで、それを法的に構成するとこうなると思います、ね、でこの点についてはですね、まあ、ちょっと細かい解釈論にはなってきますけれども、例えば、これに当たるか否かは占有物の価値を客観的に増加させるために必要な費用であるかどうかということで、まあ、消せられるんだとか、さらに厳格にね、単に物の価値が増加したというだけでは十分ではなくて、それが行われなければその物の社会状況に応じた通常の利用にも支障をきたしかねないと認められることを要するとか、まあ、そういうふうな、ね、考え方が主張されたりしますよね。まあ、ちょっとこれも細かい話ではあると思うんですね。で今回はどうなのかということですけども、この給排水管の取り替え工事っていうのはおそらくこの BC 間の賃貸借契約の目的によるものだと思うんだよね。つまり飲食店経営を目的にしてるから、そのために給排水管の、ね、取り替え工事をしてるんだと思うんだよね、これね。なので逆に言うとそれ以外の飲食店経営以外の例えば事務所で使いますとかそういう場合にはそれ役立たないというのはね、そういうような考え方取れるのかなというふうに思うんだよね。はい。というわけで、まあ、D の主張っていうものは、まあ、認めてあげてもいい、つまり有益に当たらないっていう D の主張は認めてあげてもいいんじゃないかとは思いますね。はい、これねまた後からちょっと出てきますけど、実はね賃貸借契約における有益償還請求の場合はちょっと違った考え方が取れます。っていうのはあの196条っていうのはこれは物件法の、ね、定めですよね。契約関係なくても成立するわけだけども、あの賃貸借契約の場合の有益償還請求っていうのは当然賃貸借契約っていうのはベースにありますから、その賃貸借契約の目的っていうものを考えなきゃいけないね。だからその意味いくと有益
っていうのが何なのかっていうのの解釈論は196と、あとはまあ陳述解釈の場合608なんですけども、そこで違ってくるっていう可能性は十分あるんですね。はい、ちょっとそこはまた後からやりましょうね。はい、であとそれからちょっと細かい話拾っておきますけれども、あのね、これ特約あるじゃないですか、 BC 間でその負担はですね C がまあ持つんだということね、給排水管取り替え工事は C の負担で行うっていう、そういうの特約ありますよね。でこれを考慮しなくていいんだろうかっていうふうに思った人いると思うんだけど、あくまでもさっき言ったようにこれは物件的な関係です。 D と C の間には何の契約もないですから、なのでここは考慮すべきじゃないでしょうね、おそらくね。BC 間の契約ですから、これはね、BC 間の特約ですから、それを D との関係で主張できるなんてことは、まあ、おかしいのかなというふうには思います、やっぱりね、これはね。はい、あくまでもその D との関係ではそういうものはまあなかったというふうに考えていいんじゃないかなと思うんですよね。はい、いいですかね。であとはですね、それから、その C がですね、他のね、留置権の主張してくる可能性もあって、まあ、他のっていうのは、被担保債権変えてね、例えばその有益償還請求については認められないんだけども、他の非担保債権があれば留置権主張できますからね、それはどうなのかということですけども、例えばですね、あのまた後からありますけど、 CB 間の関係で C が B に対して損害賠償請求、債務不履行に基づく損害賠償請求を取得するって可能性があります。でそれを非担保債権に留置権主張できないかということですけど、これは認められないというのが判例の考え方ですね。なので、まあこれはあのダメということでいいんじゃないかなというふうに思います。はい、いいですかね。ということで、もし有益償還請求の成立を否定したら、この留置権の主張はまあ排斥されるということになるのかなと思うんですよね。であとはですね、それからまあ、あの考えられるものとしては、まあ、さっき言ったようにね、 D としてはその給排水がないと、まあ、邪魔だと、取り替え工事ね、勝手にやってもらったら困るんだと、だからこれどかせというふうに言ってくる可能性ありますけど、これはまあちょっと難しいですね。これはあの符号しちゃってますんでね、しかも強い符号かなというふうに思いますから、これはちょっと難しいかなというふうに思いますね。はい、撤去請求は無理ということになるんでしょうね。はい、で、あとそれからですね、まあ、一応賃料相当額の不当利得返還請求とかもね、まあ、考えられるかなというふうに思います。まあ、つまりこれは1個目の方によった場合には、当初から BC 間の関係というのは他人物賃貸借だったということになりますので、なので、まあ、それでね、不当利得返還請求だというふうに D が言ってくる可能性ありますけど、まあ、これは普通の他人物賃貸借でもそうですけど、 C がまあ B に対して賃料払っている限りはそれはもう利得なしというふうなのが一般的な考え方ですね。まあ、法律上の原因がないという言い方でも、ね、いいのかなという気もしますけれども、あの、まあ、利得ないという考え方は一般的かなと思いますこれね。まあ、いずれにしてもあの不当利得返還請求成立しないというのが普通の考え方ですね、これね。はい、いいですかね、ということでした。さて、で、今これで前段が終わりましたので、ですね、後段ね、BC 間の法律関係についても論じなさいということね、これを、見ていきましょう。で、まあ、BC 間の法律関係ということですから、C が B に対して請求するということと、それからまあ B が C に対して請求するということね、2パターン考えていかなければいけないですよね。まあ、考えやすい方は当然まあ C の方かなと思いますけどね。 C としてはまあこれも実際に300万出していますし、またさっきの話からすれば D から明け出し請求をされてしまいます。で留置権が成立すればね、一応その限度では明け出し拒めますが、基本的にはまあ留置権って別に未来永劫をね留置できるってわけじゃないんでね、なので仮に留置権が成立してても、まあ非担保債権が消えればね、出てかなきゃいけないと、まあ、いずれにしても出てかなきゃいけないんだよね、 C はね、あの占有権限の、その神戸出せない、賃借権の神戸出せない以上は出てかなきゃいけないですよね。だからまあそれ出てかなきゃいけない、けしからんとね、 B に対してまあ損害賠償請求だというようなことを言ってくる可能性が高いですよね。だから C の請求から考えると分かりやすいと思いますね。はい、これはやっぱ当社の立場に立って何が言いたくなるかということから考えましょうね。で具体的に言うと、まあ、使用収益させる義務っていうものがどっかのタイミングでは必ずね、不履行は起きるはずです、ね、あの D が、所有権を取得して賃借権の公弁出せないっていうふうに考えると、そうするとですね、まあ、どっかのタイミングでは仮に留置権が成立していても被担保債権消えれば出てかなきゃいけないから、どっかのタイミングから使用収益させる義務っていうのはね、これはもう不履行になるということになると思います。まあ、それがどのタイミングなのかっていうのはちょっとまた後からね、検討したいなっていうふうには思いますけどね。でなので、まあ、あの債務不履行に基づく損害賠償請求ですね、これをまあしていくということになるのかなと、まあ、具体的に言うとね、その高建物を利用して得られたはずの営業利益、まあ、こういうものですよね。もともとその飲食店経営をやろうということでね、この建物を借りているはずですから、まあ、それで飲食店経営できなくなっちゃうと思うんですよね。なので、まあその営業利益であったりとか、まあ、あとはそのどっかに、ね、移転しなきゃいけないってなったらその費用とかいろいろ考えられると思うけどね、まあ、ちょっとそこの中身は問題文からは分からないので、まあ、なのでまあ営業利益等ぐらいで、ね、いいのかなと思うんですけどね、はい、でそれからあとは有益償還請求ね、当然行使したいということになってくるのかなと思います。で
この点に関してはまずそもそも有益期に当たるかどうかということね、これをまあ考えていく必要があるでしょう。でこれ先ほども言いましたようにこれは物件的な関係ではなくてこれは債権的な関係ですから、だから賃貸借契約をベースに成立している権利ということになりますね。なのでそれは賃貸借契約のやはり目的ですね、これを考えなきゃいかんということになると思います。まあ、例えば次のような見解が言われていて、目的物を通常利用する上で客価値は客観的に増加して評価されることが必要であるとされ、特殊目的に有用な行為についてはこれに当たらない。裏を返せば特殊目的以外の目的であれば賃貸借契約の目的を考慮することも許されるということですね。はい、例えば今回 の、ね、その賃貸物件の内容ですけれども、まあ、例えば飲食店経営向けの、ね、経営者向けの賃貸物件だったというような場合には、まあ、有益として認められる可能性はあるのかなと思います。まあ、普通の物件でも、ね、まあ、いろんな用途に使える事務所、ね、利用であれば、まあ、別に飲食店もできますし事務所でも使えますみたいなパターンもあると思うので、そういう場合でも、ね、考慮できると思うんですよね。はい、まあ、いずれにしてもその賃貸借契約の目的であったりとかそういう個別具体的な情報で織り込むということはできますね、これはね。場合によってはね、だからこれは有益証拠の請求成立しうるということになる。だから196の方で否定してもこっちで608で成立させるっていうのは別におかしいことじゃない、それはね権利の性質が違うからね。はい、ということでした。で、もし仮に成立するというふうに考えた場合、次に C、B の反論を考えなきゃいけないですけれども、 B としてはまあ当然特約を主張していくということになるのかなというふうに思いますね。で、まあ、少なくともこの特約からすればですね、 C の負担で、この給排水管の取り替え工事しなきゃいかんということになりますから、まあ認められそうですよね。これもう俺は払わんと、契約者じゃないかというふうに B は言ってくる。これに対して C はどう反論できるんだろうかというのを考えてみてください。ここは結構ね頭使わなきゃいけないですけども、まあ、C としてそれで引き下がるかなっていうね、やっぱこれも C の立場に立って考えてみてほしいんですよね。 C の立場に立って、まあ、確かに特約したけれども、特約結んだけれども、それはね要するにそのちゃんと借りられると、期間が今回は3年間ですね、3年間借りられるっていうことを前提に、だったら負担するかということだと思うんだよね。いきなり出てけって言われて、いやいやですね、負担も俺かってなると、それはちょっと C がかわいそうかなって気がしますね。C の立場からしたらそんなも受けられないと思うんですよね。C の立場からしたらなんじゃそりゃということになると思うんですよ。3年間貸してくれるから俺が負担するっていうふうに言ったんだと。ね、まあ、確かにそうですよね。設備って結構お金かかるじゃないですか。ね、だからいきなり出てけって言われて、でそれでね、まあ、確かに自分負担だっていうふうに特約結んだけど、それは話が違うってやっぱ言いたいじゃないですか。でそういうことですよね。なので例えばそれを法的に落とし込むと90条で公序良俗違反なんだとかね、まあ、そういうふうなことっていうのは、まあ、一応あり得るのかなとは思います。まあ、あとは例えば特約の解釈として、ただしその期間がまあ1年未満だった場合には特約の効力を否定するっていうのは当事者の合理的な意思があってとかね、まあ、そういうふうな解釈論を取れる可能性はありますよね、これはね。はい、まあ、ここはただまあ問題文の事実からちょっとはっきり分かんないですけどね。まあ、ただね、多分今回ね割とすぐ出てけっていうふうに言われるんじゃないかなと思うんですよね。っていうのは、問題文のところでね、 C が300万かけて高建物の給排水管の取り替え工事をした直後に A が B に対 D に対して高建物を売却して所有権に転登記したっていうふうにあるじゃないですか。だからその直後にっていう言葉からすると、割とすぐにですね D が、まあ、登記を備えてで開けさせというふうに C に言ってくる可能性が高いと思うんですよね。だからまあそういうふうな考え方、からそういうようなその事実関係からするとですね、やっぱりこの特約をそのまま生かすっていうのはなんかちょっと当事者の公平欠くかなというようなね、そういうふうな嫌いはあるんだろうなと思いますね。はい、なかなかね、この辺は考えると深いところだと思いますけど、まあ問題文がね非常にあっさりしてるんで何とも分かんないけどね、この辺はね。はい、ということでした。いいですかね。でこれがまあ C の B に対する請求ということになると思います。で一方で B の C に対する請求というものも考えてみてくださいね。で皆さんからすると、まあ、何を言っとるんだというふうに思うと思いますね。 B っていうのはって、ね、所有権移転登記備えられなかったためにこれ他人無賃貸借になっちゃったじゃないですか、ね、だから B っていうのはまあその責められるべきところはあってもね、何か請求できるっていうのはおかしいんじゃないかっていうふうに思うかもしれないけど、あくまでも賃貸借契約自体はあるはずです。仮に他人物賃貸借だったとしても、当初から他人物賃貸借だと、だからこういうややこしい関係がなくてね、例えばもともと他人物を B が貸してたと、ね、勝手に例えば A のものを貸してたというような場合であっても、 BC 間の契約が有効だって言うじゃないですか。だから B は C に対して賃料請求できるって別におかしくないんですね。だからそれは当然訴求的に他人物賃貸借になったとしても同じように考えることはできるんだと思いますね、これはね。はい、いいですかね。さてで、これに対して C としてはどういうふうに反論していったらいいんだろうかということになります。で C としてはですね、まあ、一つの、ね、言い方としてはやはりですね、まあ、もう D から請求明け渡し請求を受けているという事実関係があるわけですね。まあ、受けているか厳密に言うと、D が C に対してどのような請求することができて、これに対して C がどのような反応することができるかを論じろと書いてありますから、まあ、D が当然明け渡し請求してくるわけですね。
だから D から空き家請求を受けているんだ、ないしは受けうるんだということ でその時点で賃貸借契約も終了している、だからこそ賃料の支払い義務というのは認められないんだろうと、こういうふうに反論していく可能性がありますよね。はい、まあ、これ他人物賃貸借というよりはどっちかというと転貸借で、ね、やる議論ですけどね、転貸借の現賃貸借契約が債務履行解除されましたみたいな、そういうような事例で、ね、やることが多いですけどね。はい、でそこでここで考えなきゃいけないのは、転貸借の場合と同じようにいつこの他人物賃貸借契約が終了するんですかという、そういうふうな話になってきます、ね、でこの点に関してはですね、最高裁の判例はどういうふうに言っているのかということですけれども、判例は賃借人が真の権利者に目的物を返還したり真の権利者との間で賃貸借契約を締結した時に履行不能によって終了するというふうに言っています。あとはちょっとね事実関係が違いますけども、土地賃貸借契約が債務履行解除によって終了した場合の借地上の建物の賃貸借契約の終了時期については明け出し義務が確定した時とか明け出しを余儀なくされた時というふうにしている、まあ、いずれにしてもですね、これは転貸借の場合よりちょっと遅いんですね。転貸借の場合には原則として明け出し請求を受けた時点で終了するというのが判例の考え方ですから、ちょっと遅いんですよね。これ何で遅いんだろうかということですけれども、まあこれ総合議とかね聞いてる人はもう答え言っちゃってるんで、まあ、もういいと思うんですけども、まあもしね知らないっていう人がいたら考えてみてほしいんだよね。何で遅いんだろうかと。転貸借の場合には明け出し請求を受けた時に終了するというのが一般的な考え方だし判例ですよね、原則としてですけどね。でこれに対して、まあ、他人物賃貸借の場合には、まあ、判例はいろんな、ね、言い回しをしてますけど、例えばじゃあ明け渡しがね、明け渡しをしなきゃいけない、目的物を返還したというようなところで終了するというふうにすると、ちょっと遅いじゃないですか。明け渡し請求を受けた時点じゃなくて、その後実際明け渡した段階で返還した段階で終了するわけだから、ちょっと遅いんだよね。なんで遅いんだろうかと、これちょっと考えてみてほしいんだよね。で答えとしてはですね、まあ、要するに他人物賃貸と承諾ある転貸というのは状況が違うんです。他人物賃貸っていうのはこれはあくまでも、まあ、本件はちょっと訴求的な場合なんであれですけども、普通の場合だともともと有効に貸す権限ってないはずなんですよ。他人の物だからね、処分権ないんでもともと有効に貸せないっていう状態があるんです。だけど契約は有効に成立しているという、そういうことだよね。これに対して転貸借の場合には、承諾ある転貸の場合には有効に貸せたはずなんですよね。現賃貸借契約あります、転貸借契約ありますっていう状況では普通に適法に貸せてたはずなんで、ね、貸す権限っていうのは処分権っていうのは一応その限度ではあったはずなんで、だからこそ裏を返せばこれがなくなっちゃったということになったら、やっぱり終了時期は早いんですよね。でこれに対して他人物賃貸借の場合、もともと貸す権限がないのに有効に成立してるわけですから、だからやっぱり裏を返せば終了時期は遅いと、こういうふうなね、まあ、理屈になるんだけどね。はい、まあ、ちょっとね、まあこの辺はもう少しねインプット講座のところで詳しく説明してますので、ね、もしよかったら総合講義とかね聞いてみてほしいなと思いますけどね。はい、ということで、まあ、もしこれによれば、こう建物をね、まあ、明け渡すとか、まあ、そういうふうにしない限りは終了しないということになりますから、賃料支払い請求はできるということになりますね。ただですね、ただ、さらにもう一歩踏み込んで考えてみると、実はですね、先ほど言いましたようにこれは訴求的に他人物賃貸借になったっていう事案だよね。訴求的に他人物賃貸借になったっていう事案です。もともと A のものを勝手に B が貸してましたっていう事案とは違うんですよ、ね、そこを踏まえると転貸借に近いっていう言い方もできると思う、ね、どういうことかっていうと、もともと D がいなければ B は C に有効に貸せたはずですから、ね、有効に貸せたっていうか、まあ、その少なくても C の占有権が失われるようなことはなかった、処分権あったはずなんで B にはね。で D が現れちゃったせいで B がそれは失われた、訴求的に失われたっていうだけですから、その意味でいくと転貸借に近いっていう言い方できるよね。転貸借もそうじゃないですか。承諾ある転貸の場合にはもともと有効に貸せたんだよね。処分権あったんです、その限度では。だからそういうふうな状況を債務不履行解除によって訴求的に消滅させられたっていうのは近いじゃないですか、ね、だからそういうふうな言い方をすれば、転貸借と同じように、この平成9年の判例と同じように考えるということも十分できるのかなというふうに思います。まあ、この辺は非常にね面白いところなんですけども、まあ、正直あんまり解説してるね本とかはないですね、この辺はね。はい、まあ、この辺がだからやっぱり司法試験の面白さなんですよね。そういう本に書いてあることじゃなくて、本に書いてあることから発生させて、どこまであなたの自分の頭で考えられますかってことを聞いてるんで、多分正解はないと思うんですよ。明け渡しの時点で終了するというふうに言ってもいいし、いやいやこれは本件は典型的な他人物賃貸とは違うんだから、転貸と同じように考えるんだというふうに書いても丸だと思いますね。まあ、そこまでそんなことを現場で考える受験生が何人いるかってちょっと私は分かんないですけども、ね、そういうふうなことをまあもし考えて書いたら、この人はすごい考えてるなってことはやっぱ評価は受けると思います。どっちでも多分評価は受けると思うんだよね、それはね。はい、ということですね。いいですかね。であとはですね、今までお話ししていた賃貸借契約が終了しているんだから賃料支払い義務は消滅してるじゃないかっていう理屈の他に、 D から明け出し請求を受けたんだ、まあ、ないし受けうるんだということで、つまりこれは権利者がね他に現れてるんだから、だからお前には怖くて賃料なんか払えないというような、そういうふうな見方もあって、
で、これ具体的に言うと576条っていう条文があるんですね。これ売買の条文ですけど、売買の、ね、規定っていうのは有償契約に準用されます。559ね。なので賃貸借でも使えるんだけれども、だから要するにその所有権をね、まあ、D が主張してるっていう状況があるわけじゃないですか。だとすると、まあ、576でですね、もう、まあ、お前には怖くて払えんということで C が、賃料の支払いを拒むというのが十分あって、でこれはまあ認められていいし、判例も、ね、実際認めてるところではあります。これはね、はい、だからどっちかの、ね、方法で C としては拒んでいくんでしょうね。まあ、そもそも賃貸借契約そのものがなくなってくれば一番いいかもしれないけれども、だからもし仮にそれが認められなくてもね、576で悪化請求を受けてるんだから、だからまあ他に、ね、権利者がいるじゃないかと、恐ろしくてお前には賃料払えんというふうにして拒むということもできますよね。はい、いいですかね。この576っていうのはちょこちょこ出てくるものになりますので、ね、ちょっと頭を置いといていただきたいなと思いますね。はい、いいですかね。さてで今までですね、その D が現れたことによって訴求的に BC 間の賃貸借契約が他人物賃貸借になるんだということを前提に、ね、説明してきましたけれども、そうじゃなくてね、まあ、先ほどの2つ目の考え方、若妻先生の考え方によった場合にはどうなるかっていうと、そうするとまあ C はですね、D に対して賃借権の主張をすることができると、まあ、これはおそらく原則になってくるのかなと思うんですよね。でその場合 D としては明け渡し請求できませんので、なのでまあ仕方ないなということになります。でそこでまあ D として何が主張したくなるかっていうと賃料請求でしょうね。賃料支払い請求ぐらいはしたいということになるんだと思いますね。なのでまあいわゆる賃貸の地位の移転の問題ということになりますよね。はい、でそうするとまあ留置権云々とかね、そういう話が出てこなくなってしまいますし、あとはですね、賃貸に至る地の移転 B から D に起きるということになってしまうと、そうするとまあ B はね、まあ、契約関係が離脱するということになりますから、まあ、BC 間のね関係っていうのを特段問題にならないということになります。なのでさっきお話ししてきたような面白いような問題っていうのは全部消えてなくなるので、なので、まあ、おそらく出題者は1個目の考え方、まあ、先ほど話した訴求的に無権利、訴求的に他人物賃貸になるんだよっていう、そういう考え方をねベースに論じてほしいのかなと、欲しかったのかなとは思いますけどね。この時まあ出題趣旨が発表されてないんでちょっと分かんないですけどね、多分そうなんじゃないかなとは思います。まあ、もしね2つ目の考え方で書いたらどうなるかっていうのはちょっと分かんないですけどね、論点がかなりね減っちゃうなという感じはありますよね、これね。はい、ということでした。まあ、法改正によってね消えた論点なんかも実はあって、本当はねもうちょっと面白い問題だったんですね。まあ、今までお話したことも結構難しいと思うんだけども、本当はねもっと面白い問題だったんですよね。昔はね、担保責任っていうのはその売買の規定ですけども、担保責任っていうのはまあ、債務履行責任とね別々に定められていたんで、なのでね他にその担保責任が適用できないかみたいなね、他人物貸主の責任、まあ、他人物売り主の責任のね貸主バージョンですけど、まあ、その責任が追及できないかとか、そういうふうなね議論もあったりして、その辺もね実はすごく面白い議論があったんだけれども、ね、ちょっと法改正で消えちゃいました、この辺はね。はい、まあ、今でもね、その法改正後でも、まあ、かなり面白い問題の一つかなと思います。九州試験の中でも、まあ、最高難易度か、まあ、最高難易度ちょっと言い過ぎかな、まあ、上から2つ目ぐらいですかね、のまあ難易度と思いますのでね、まあ、この辺がねできてくると民法は相当得意というふうに言っていいかなと。でただね、そんなに難しいこと言ってないと思うんですね。まあ、難しいこと言ってるかもしれないけど、なんていうか考え方は難しくないね。考え方は D がどう主張できますか、 C がどうやって拒みますか、ね、B がどう主張できますか、 C がどうやって拒みますか、要件なんですかみたいな、そういうことを言ってるだけじゃないですか、ね、だからその、まあ、原理原則からこう積み上げていくと解けるっていうね、そういう面白さがありますよね。だから基本書とかをいくら読んだって絶対にできるようにならないんですよね。書いてないからそんなことね、まあ、有益の議論とかは一応書いてはありますけれども、そんなところをねその分厚い教科書全部読むわけにいかないんで、なのでこんなもの基本書読んだっていくら読んだって何本読んだってできない、コンメンタル読んだってできるようにならないんですよね。それだからやっぱりその頭の使い方、物事の考え方を知らないとできるようにならないんで、ね、だそのあたりをね、まあ学んでほしいなというふうに思って、まあ解説講義をしてるわけですけどね。はい、ということでした。いいですかね。さてじゃあちょっと答案の方を確認していきましょう。結構分量的にはきついかなと思いますね。でまず、設問前段で D の C に対する請求で、明け出し請求ね、でこれは まず177条との関係、これはもうごちゃごちゃやらないでくださいね。もう絶対に D が勝ちますから、どんな立場で取ったって D が勝ちますので、ね、第三者の異議はとかね、まあ、そんなことやめてくださいね。バランス考えてください、この辺はね。はい、なので、まあ、D が優先することは明らかだと一言書いておけばいいと思いますね。はい、でそれから C の反論に行きますけども、賃貸借があるので賃借権の抗弁、これを、ね、出していくでしょうということになります。で、百借家を31条で一応対抗力はあるよねということですよね。でただですね、その先ほど言いましたように D が現れている関係でどうなるんだろうかということですよね。でこれについては1個目の考え方で書きました。訴求的に他人物賃貸借になるんだということですよね。当初から他人物賃貸借になっちゃったということになりますから、結局 D に対しては対抗し得ない賃借権だということになるわけですよね。はい、あ、これ気をつけてくださいね。後からまた BC 間で見ますけれども、 BC 間では有効ですからね、他人物賃貸はね。
D との関係で権あの対抗できないだけであってね、そうちょっと気をつけてくださいね。たまに混同する人いるんでね、はい。で、ただ C は黙ってるわけなくて、いや出てかないということで留置権を主張してくるでしょうということでね、例えば有益償還請求を非担保債権にするということはできないでしょうかということ でここは196条2項の解釈論になりますけれども、あの一応できないというふうにしておきました。ここはね、利得の押し付けっていうの自体を防止しなきゃいけないから、占有物の価値を客観的に増加させなきゃいけないんだよと。まあそうですよね、利得の押し付けっていうのは要するに自分がねそこになんかあの工作を加えたんだから、その分金払えと、で金払うまでね、その出てかないぞとかって言われると困りますよね。だからこれは客観的に判断するんですよということ で今回はまあ飲食店経営以外の目的以外にねそれを役立つとは考えにくいんで、196条は否定するというふうにしておきました、ね、であとは一応ね、その B に対して損害賠償請求権を取得するので、それを非担保債権することはできませんかということですけども、ダメと考えるのが判例の立場ということですよね。はい、いいですかね。で、それからあと給排水管の撤去制御も一応書きましたけど、まあ無理ですよね。これも符合しちゃってますから、無理というふうに考えていいでしょう。ね、もうそもそも今所有権は D にありますから、まあ、それも丸ごと D が取得するということになります。であとは賃料相当額の不当利得転換請求ですけれども、まあ、ここはですね、基本的にやっぱ C が B に対して賃料を払っていれば無理とか消滅するということになるのかなと思います。これはね。はい。まあ、これは谷口賃貸借でもそういうふうに一般的に言われていますね。まあ、法律の原因が、ね、あるっていうような言い方でもいいと思うけどね、まあ、どっちでもいいと思いますそれはね、はい。で、それから設問後段で C の B に対する請求 でここはね使用収益させる義務の不履行でですね損害賠償請求ですね。で内容としてはまあ営業利益というふうに書きましたけども、まあ、あのここはいろいろ考えられると思うんでね、まあ、例えばその移転しなきゃいけないとかですね、そういうふうな費用も考えられますから、まあ、営業利益等ぐらいでいいんじゃないですかね。ここはね、あのここは細かくちょっと書けないと思いますね、はい。であとはまあ簡単に、要件検討していただいて、奇跡事情もね、まあ、バッチリありということでいいんじゃないかなというふうに思います、まあ、ただ一応ね滑走性の可能性はあるよということは一言書いておきました、まあ、例えばその B が所有権移転の時備えてないにも関わる賃貸借契約を結んだっていうのは、やっぱりそれは C がねおっちょこちょいだってことになると思うんで、まあ、一応ね滑走性の可能性はあるのかなと思いますね、はい。で、あとそれからですね、C が B に対して有益償還請求権ね、行使することが考えられるということですよね。でただ BC 間には給排水管の取り替え工事は C の負担で行うという約束があって、これをどう考えるかということですね。でここはまあ分量に余裕があればですね、さっき言ったように特約の解釈っていうのはした方がいいと思います、ね。まあ、それはさっき言ったようにこの BC 間が3年間の、ね、契約期間あるわけでね、3年間の契約期間があるので、なのでその3年間の契約期間を全うさせるっていうことを引き換え条件として、ね、そういう特約も済んだんだっていうふうに見れば、なので、まあ、いきなりね上げた請求されたら市は困っちゃうと、だから特約の効力何らかの形で、まあ、否定するんだっていうのは、ね、理屈は十分あり得ると思うんだけども、ちょっとまあ分量的に厳しいんでそこは書かなかったというか書けなかったですよね、これはね、はい。なので、まあ、一応、有益償還請求を行使することは考えるけども、特約あるんでダメだよというふうに簡単に切っちゃいました。本当はこう、いっぱい書くことあるよね。さっき言った有益償還請求っていうのは196と608では違うっていう考え方も十分取れますし、ね。で、さらにそのさっき言った特約の効力を、まあ、限定的に解釈するってこともできますし、いろいろ議論があるんだけども、ちょっとここはね、全部書けないんで、まあ、それぐらいに留めておいた後ですね。で、次に B の C に対する請求で、まあ、賃料請求ね、するっていうことが考えられますよというふうにして、で、C がね、まあ、それにどう拒んでいくかってことですけども、まあ、まずその明け出し請求を受けた時点で、賃貸借契約終了しているから、賃料支払い義務を消滅するというふうな、そういうふうなことをね、言ってくる可能性がありますよね。はい。でこれはどうなるかということですけども、まあ、いつ履行不能になるのかによって判断されるということですけども、谷口賃貸借の場合にはもともと有効な処分権限がないんで終了時期が遅いということですよね、これはね、はい。なので明け出し請求されているという段階ではまだ終了しなくて、まあ、実際にその明け出したとか、まあ、そういうふうな、ね状況が起きた時に初めて終了するということになります、これはね、はい。であとはたださっき言ったように559から576でですね、診療支払い拒むことができますよということを一言書いておしまいということですね、まあ、他にもやっぱ括弧でいっぱいあるんだけども、ちょっとね分量的に全体きついということですね、これはね、はい、ということでした。よろしいでしょうか。じゃあ、この問題は解説はこれでおしまいしたいと思います。